浦河町の浦河神社で行われている第2回浦河ひな祭り。神社の石段の中央に赤い布を敷いてひな壇に見立てています。ひな人形は浦河町民から贈られたもので、当初はおよそ700体のひな人形が並べられる予定でしたが、強風のためおよそ220体に減らして展示されています。新型コロナの影響で2019年以来5年ぶり2度目の開催となりました。浦河ひな祭りは入場は無料で、今日午後3時まで行われています。